はい、どうも、ブギーです。ということで、今回はですね、まあ、COD ヴァンガードが発売されたということで、まあ、初心者の方とかね、最近復帰された方とかもいると思うんで、その人たちのためにね、COD を、まあ、どうやったらね、上手くなるというかね、手っ取り早く上手くなるためのコツみたいなのをね、まあ、話していけたらなと思いますので、参考になった方はぜひチャンネル登録、高評価、そして Twitter のフォローもよろしくお願いしますと。はい。いったところで、まあ、早速、じゃあ、ちょっと話していきますか。まずね、初心者の人ね、本当に初心者の人、COD 今回から始めたよっていう人は、まずはボット打ちから始めましょう。まあ、カスタムゲームで、このゲームはボット打ちができるんで、そこでまあいろいろね、まあなんだろうな、感度を調節したりとか、あと操作をね、操作方法を、確認したりとかをするといいですね。はい。ただ、まあ、ボット打ちだけやってても別にうまくはならないんで、まあ、ある程度操作とかを学んだら、あとはもうひたすら実践あるのみっていう感じですね。まあ、その初心者講座的なやつで、そんな実践あるのみって言われてもって思うかもしれないんだけど、まあ、でも特にね、やっぱ COD はね、ひたすらね、一戦でも多く試合をした方が、マジで、一番上手くなる近道だと思うんで、とにかくね、数をこなすっていうのはね、最初に言っておきます。はい。で、まあ、そんな中でもね、まあ、実践をするって言っても、じゃあ、ま、何のね、モードをやったらいいのかっていう話なんですけど、まあ、COD 結構いっぱいモードがあるんで、何がいいかっていうおすすめなんですけど、今背景でも流れてるんですけど、ハードポイントっていうルールですね。これがね、一番おすすめですね、俺的には。これ、ま、なんでかっていうと、理由があって、ハードポイントって一番打ち合いが激しいんですよね。前線に敵もよく出てくるし、で、自分もガンガン突っ込めるしっていうルールで、しかもハードポイントのいいところは、あんまりですがね、そこまで試合の勝ち負けに直結しないんですよ。自分が死んだとしても。なんでかっていうと、別に死んだからって、それがなんか、なんていうのかな、ポイントが下がるとかっていうわけでもないんで、初心者の人とかはやっぱ最初はどうしても死んじゃうと思うんだけど、そんなに死を恐れずに突っ込めるっていうのは、ハードポイントを押す一つの理由ですね。だから、チーデスとかはね、あんまりおすすめしない理由はね、そこなんでね、チーデスとかは死んじゃうとそれが負けに直結しちゃうから、やっぱ責任とかもあるだろうし、なかなか最初は難しいのかなって思います。はい。あとは単純に俺ハードポイントがめちゃめちゃルールとして大好きなんで、普通に面白いんで、そういう意味でもハードポイントをおすすめします。で、ある程度それで慣れてきたらいろんな自分のね、好きなモードとか行ったらいいのかなっていうふうに、俺は思いますね。はい。まあそんなところです。で、まあこっからは具体的に実践でどんなことを意識したらうまく立ち回れるのかっていうことについて話していくんですけど、まず一つはですね、この左上にあるミニマップを見ましょうっていう感じです。まあ見るって言ってもまあ見てるよって思うかもしれないんですけど、もうめっちゃ見た方がいいですね、このミニマップっていうのは。もう敵と打ち合ってる時以外はずっと見ててもいいんじゃねっていうぐらい、見るといいです。はい。なんでかっていうと、もうすごく情報があるからっていう感じですかね。UAV とか使えば敵の位置も表示されるし、味方の位置は常に表示されてるし、あとはなんか、マップのさ、なんとなくの地形とかもわかるんで、敵がどこにいるのかとかっていうのはミニマップを見ればね、大体予想がつくんですよね、このゲームは。はい。なんで、まあ、その予想がつけられるぐらいになるまでは、もうひたすらもうミニマップを見続けた方がいいですね。もう本当に癖をつけるみたいな感じでミニマップを見まくりましょうっていう感じです。はい。で、まあ、続いてですね、あとは突撃するときのコツがあるんですけど、結構自分はなんかまあ、SMG とか使ったりとか、スピードとかを意識してね、なんていうかな、ライトウェイトつけたりとか、機動力を上げて前線に突っ込んでいくスタイルが、まあ、好きなんですけど、それをやるときのコツがあって、まあ、ただ突っ込んだだけじゃね、敵の蜂の巣にされちゃうんですけど、うまいこと敵の前線に潜り込むためにはどうしたらいいのかっていう話なんですけど、具体的なコツは、障害物を利用しましょうって感じですかね。移動するときに、ただ一本道を開けてるところをバーって歩くんじゃなくて、障害物から障害物に移動するっていうのを意識すると、かなりね、敵の車線を通りにくくできるという、通しにくくするというか、うまいこと潜り込めると思います。例えば木箱があったら、一直線に敵の方に行くんじゃなくて、木箱を通して敵の方にちょっとずつ行くみたいな感じで、じわじわ行ったりすると、足を止めずにそのもうバー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 って突っ込んでるように見えてもうまいこと車線を切れていけるっていう感じですかね。まあ障害物を利用しましょうっていう感じです。はい。まあそんなところですかね。あとはね、キルレとかよく言われてるんだけど、キルレとかはね、初心者の人はね、全く意識しない方がいいです。てか、別に初心者じゃなかったとしても、キルレとかを意識する
なんていうの、意識というか、キルレとかって別に意味ないんで、正直。SPM も同じなんですけど、別に意味ないんで、あれは。全然気にしない方がいいです、あれは。うん。まあ、もちろんね、初心者の時に、キルレが 0. 何とかしかなくて、どうしても1行きたいとかっていう気持ちはわかるんだけど、キルレをね、1目指そうとか、上げようって意識しちゃうと、上手くなるためにはね、すごく遠回りになっちゃうんで。なんでかっていうと、キルレを上げようと思ったら、多少やっぱり、イモルというかさ、死を恐れちゃうから、変な立ち回りになっちゃうんですよね、普通と。なんで、普通なんか遠回りになっちゃうんで、キルレとかは全然意識しない方がいいですね。だから、ある程度自分が上手くなった後に、キルレとか戦績を見てみて、あ、これぐらいなんか上手くなったんだとか、自然となんか、いつの間にか1超えてたじゃんとかって思うのは全然いいと思うんですけど、変に上げようとは絶対思わない方がいいですね。てか、全然意識しない方が上手くなると思います。そんな感じですかね。はい。もっとね、具体的に詳しい小技だったり、いろんなその感度のね、詳しい合わせ方っていうのは、また別のね、動画を、作りたいと思います。そこで詳しくね、話していきたいと思いますんで、よかったら、そちらの動画も皆さんご覧ください。はい。ということでね、この辺で終わりにしたいと思います。あとはね、試合の動画、最後までよかったらご覧ください。どうぞ。だって最高キルスとかさ、UAV のやつだ。デスマシンが結構強くなるから。あ、そうなんだ。うざそうだな。デスマシンって、けど爆撃取るかデスマシンかだから。あ、そういうことね。でもデスマシンでキルしてもキルストになるんだよ。まあなるね。しかも、あれ死んでもそのまま。てかさ、フィールドアップグレードでさ、1個ぶっ壊れあんの知ってる？アーマ？違う違う。死んでもキルスト継続するやつ。え、何それ？めっちゃ強いよ。実質キルスト半分みたいなもん。マジか、後ろ。やばこれ。やばいよね。やばこれ。現在のキルストリークスコーキル。マジ？俺アーマーいったかと思った。いや絶対それ強いよ。え、てかアーマー微妙だよ言って。アーマーのすごいからさ。マジだったら最高だったんだけど。うわそこから来たー。てか見えねえんだよそこ。ライトウェイトと気持ちよくない。ライトウェイト最高。何気に久々じゃねえライトウェイトが。確かに久しぶりに来た、ね、めっちゃ早く。どこ撃たなんで。いやちょっと、ね、105キルした。負けたけど